標識と0キロポスト、篠崎インンターチェンジは、東京都江戸川区、篠崎町にある、京葉道路の千葉方面の出入口のみ設置されている、ハーフインターチェンジである。出口付近東京と千葉を結ぶ、国道14号である、京葉道路の一般道路区間と、有料道路区間の境界にあたるインターチェンジであり、京葉口とも呼ばれる。そして、一般区間下り、有料区間下り、 および、有料区間上り一般区間上りの連絡をしている。なお、京葉道路の正式な起点は、ここより 2.3km 西にある市の江橋の西詰めとなっており、東日本高速道路が、この市の江橋までの一般道路区間も管理している。また、0キロポストは、市の江橋西詰めと、ここより 1.1km 西の首都高速7号。 小松川線接続点の2カ所に存在し、東 IC からは、一の江橋起点のキロポストが続いている。京葉道路有料道路区間の実質的な起点となっているが、東 IC 京葉 JCT、京葉市川インターチェンジ間は、料金所が設置されておらず、料金徴収は行われていない。ありがとうございます。